リュウツさん今終わったってこと配信まあいいや、ふうふう、あすごい割れた。今日は黒フェスのレッスンしてきました。疲れた。結構長かったね。もう久々、最近レッスンしてないんだけど、してなかったんだけど、今日が久々の。なんか結構さ、このレッスンがない期間でも基礎練とかなんか1時間だけのレッスンとかあるんだけど、最近なくて、で最近なかったんだけど、今日レッスンがあって基礎練とかもちょっとだけやってやったんだよね。レッスンをしたんだけど楽しい。もうマジで黒フェス楽しみ。もう楽しみすぎる。楽しみみんなみなんですよ。だからね、皆さんにぜひ来てほしいなーって思ってるよ。そんぐらい楽しいよ。おりゃおりゃ、あよいしょ、キョキョ、これでちょっと下に、よいしょ。レッスン順調ですよ。やっほー。キャロット結婚しないよ。髪の毛がうまく縛れなかったからしない。イモース見た？イモース、イモース超見たい。見ようかな。イモース超見なきゃ。フォローしました。どういうこと？リョウツさんの話嬉しい。ハイシさん、母さんありがとう。嬉しいよ。ハイシさんありがとう。音符が弾けた。オレンジかないですよ。キッチンさんありがとう。あ、キッチンさんがくれたやつ着てますよ今日。しかも下もなんか緑のズボンだから、もう全身緑マンみたいな、結構そういう感じですね。ダーゼさん、おっぱいありがとう。お母さんありがとう。お疲れ様一日。みんなこそお疲れ様。私は普通にただレッスンに行って普通のことをこなしただけなんで、何もお疲れとかじゃないんですけど、そうですね、そうお疲れ様ですよ皆さんこそ。私は全然普通にお疲れとかじゃない。寝て起きてレッスン行って、お風呂入ってご飯食べるっていう生活でもね、なんか結構ね、今日モチベ高い。いや毎日だけど、最近モチベ高い。レッスンモチベ高いから細かいところまで気になっちゃう、なんか振り付けとか。TM さん先輩にありがとう。インドラさんありがとう。そう、今回のクロフェスはなんかレッスン時間が結構長く取ってくれたから嬉しかった。なんかなんだろうね、なんかさ、フェスって大体短いらしくて、レッスン時間が。そう、自分はなんか長い方がいいじゃん普通に考えて、たくさんレッスンできる方が。フェスなんていろんな人に見てもらえるし。で、前回のアイドルさんの時に思ったんだよね、もうちょっとレッスンあった方がよかったって言ったら、今回増えてて嬉しかった。そう、嬉しかった。今回増えてて、自分が物申したからかな。増やしてくださってありがとうございます。シーチさんとありがとう。インドラさんとありがとう。TM さん誰もありがとう。インドラさんとありがとう。かやかやでき、それな、明日からトウカさんですね。うんうん、お疲れ様、お疲れ様。イモスめっちゃ笑った。やばい、もう笑うでしょあれ。普通になんかちょ、まだ見てないけどさ、自分のさ収録した時的にさ結構おもろかった。めちゃ結構笑いましたね。ダースさんお疲れ、ありがとう。キャロット音波ありがとう。やばい、待って待って待って、危ない、今足がつりそう。足がつる10秒前。どうすればいい、こういう時って。つらない方法、ハッシュタグ足がつらない方法。痛い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 。でもこれを多分なんか変な風に動かしたりも足がつるんですよね。だから一旦伸ばそう、一旦伸ばそう、一旦伸ばそう。オッケーオッケー。それってプレゼントでもらった面白いって。そうだよ、これだよ。むしゃむしゃむしゃってやった。草なら何でもよかった。今は反省している。もうこういうの大好き。ゲームさん誰もありがとう。かんちゃんありがとう。頭に乗せるの、どういうこと。頑張ってて偉い。いや、みなこさんは頑張ってて偉いよ。もう見逃したら再放送に来た。あれ、今日うち見れないってこと。なんか誰か言ったら見るかな。マネージャーさんとかに言ったら 見れないのかな。レッスン順調ですよ。空がいのやつありがとう。リさんおっぱありがとう。空がいのやつさんおっぱありがとう。ツリンさんおっぱありがとう。イモス見たな、そう、嬉しいな、そう、
ボンジさんありがとう。最近ツインテルを、そう、今日は普通にレッスンだって、だからツインテルした。待って、足がつりそう。まあいっか、一旦我慢。土にさんありがとう。ボンジさんありがとう。土にさんありがとう。おそらくお姉さんありがとう。ボンジさんありがとう。妹そう、土にさん、ボンジさん、山椒さん、チャームユキブニモさん、ボンジさん、山椒さん、ボンジさんありがとう。ハートこんばんは。あと見て、妹ですね、トイレが保護されたみたい。え、見て見て見て、絶対に見てね。ビーチに大笑いされてた。それどこのシーン？あ、クイズのところ。3000人達成リップ楽しい。え、楽しみにしてて、金土日やる。明日？明日投稿して、土日で、黒フェス、はたむ。黒フェス買うこと好きになった人いるかな？なってくれるかな？そしたら、嬉しいな、好きになってよ。しっちゃでもしてんかったから、探してくれてくれる。ありがとう！反省してね。反省してね？反省してね？どういうこと？なんて、あ、そう、これか。反省してね、これそう。反省します。なんて書いてる。そう、3期出ました。イモス撮影めっちゃ楽しい。うちイモステレビ大好き。撮影楽しい。あ、楽しいとか言ってた。なんか、あ、なんでもない。楽しい。楽しい、めっちゃ。イモスの撮影はなんか一番好きかも。でも1億バズの撮影もめっちゃ楽しかった。でもなんかうちああいうのが好き。ああいうバラエティ系の撮影は何でも好きだけど、楽しいんだよね。みんななんかカメラ持ってる人とか笑ってくれるから、なんてカメラマンさんが笑ってくれるから嬉しい。ごきげんやっほー、アスパラガス。ホーリーさんありがとう、嬉しい。やっほー、イモス TV に皆さんが出てたとの噂。そうですよ、ひなさんが出てましたね。噂。エスの、あ、疲れ。山下さんありがとう。こんばんはくんさん、やっほー。山下さんありがとう。しばし、フロリダ。まず感謝できて嬉しかった。やったー、嬉しかったー。嬉しかった、嬉しかった。下見せてよ。どういうこと？見せないよ。アスパラガス。どういうこと？アスパラガスって何の話？ホーリーさんありがとう。よし、皆さんが、あ、もうどこ読んでる？え、うちどこ読んでる？待って、俺アスパラガスコメント読んだよね、自分。どういうこと？なんでもらっちゃったんそれ。みきゃくんありがとう。あ、これも読んだよね。もうわかんない、どこ読んでるの？よーすのあの顔。でもね、今うち口内炎できてるんですよ、ちなみに。いやー、でもそんな見せ方しませんよ。そのイモースでやったような口内の見せ方はしませんよ。で、今ここにできてて、こうやって見せる。ここにできました、口内炎が。最近食生活荒れてるのかな。そのイモースでした顔はしませんよ。こうやって見せよう。山下さんありがとう。みきゃコンパありがとう。じゃあ気になった方、この今の話題が気になった方、エモース見てください。ぜひ自分がなんで口内炎の話題で笑ったのか気になったらみんな見てください。エモースをリア充とコメダ一行く、一緒に追い来ないでください。リア充と二人の時間嬉しい。今日もコーラ、え、今日コーラ飲んでない。コーラ不足、コーラ不足、コーラ。頭おかしくなる。よいしょよいしょよいしょ。レッスン長め。そう、クロフェス仕事なければ、え、来て。仕事確かに大変だね、みんなお仕事が。そう、今回はクロフェスは、ひろしさんかわいい、ありがとう。30分持ち時間、そうそうそう。これからもカナダダンス覚えるの早い方。え、早くないよ。早い方って言われるけど、ただ家で普通に自分で自主練習してるだけだと思う、だと思う。そんなみんなって一緒だよ、変わらないよ、覚える速さ。うちでもリサコが一番早かった気がする。マジでやばかった、リサコ一人だけ。もう覚える、もうレベチだった、普通に速さが。結構レベチで、リサコね、レベチだったんですよ。自分は別に速くないですよ、普通になんか家で覚えてきてるだけから。レッスン場行ったら覚えれるよっていう話。レッスン時間増えてるのは期待されてるってこと？あ、そうなのかな。でもよかった、増えて、たくさん練習できて。なんか細かいところまでさ、フェスのレッスンってだいたいさ3時間ぐらいしかないからさ、細かいところがさできないじゃん。でも今回はたくさんあったから、なんかここ揃えたいここ揃えたいとか全部止めてできたから嬉しかった。だからまた同じ曲と同じメンバーで出たい。
細かくしたから黒富士行くやった、ビロビロさん待ってるね、兄ちゃん初見です、初見ですか、黙々ぶつかりそう、メンバーからしてエトルさん本当ありがとう、アシスタント知らないでください、浴衣着ないよ、水分補給しようかな、黒部さん天気も今のところ良すぎ、グッドボタン、こんばんは、全集中の呼吸伸ばすかな、足が水産で伸ばすが一番、あなんか治ったよ足、今すぐ後半から伸びるよね、ひひひひひ、うま確かにひななさに近いな、え神奈川、え嬉しい、でもなんかそのツインテールのきっかけがなんか一緒でびっくりした、なんかさアイドルさん、自分が好きなアイドルさんがツインテールしててみたいな言ってたじゃないですか、ひなさん、自分もなんか大体好きなアイドルさんとか自分の推しのアイドルさんツインテールしてるんですよ、それがきっかけで自分もツインテールしたってこうと、足がつってもいいと思います、よくないと思いますエリちゃんありがとう、ピーチピーチヤッホー、静かーありがとう、ミラクルバランスがどうこうらしい、足するダメなのかな、結構ラーメンばっか食べてるかな、何の音、トチンヤスさんありがとう、イエローありがとう、ハートイエローハートありがとう、なんだ UFO でも来たんか、え、どういうことどういうこと、どういうこと、ない UFO？ え、何の話？え、ない UFO って何？ UFO って何？ UFO って何？怖っ、 UFO 怖っ、え、どういうことどういうこと？え、何 UFO って怖いんだけど、釣り師、わし釣り師じゃないよ、イエローハートありがとう、足がツリンテールですよ今、危なかった、セーフ、ヤムキさんこんばんは、イエローハートありがとう、こんばんは皆さん、こんばんは、こんばんは、インドラさんありがとう、ピュアットマネージみたいな、いや来ないことはない、どうしよう、でもコメントかさ普通に引用にしようかなって思った、確かにビュートするの忘れたわ最悪、くしゃみしちゃった、間違え、今のわざとくしゃみですよ、なんだっけ、あーもう最悪、もうくしゃみのことでももうくしゃみ忘れられなくて話が進まない、あリペンか、リペンは引用での方がなんか見られるかな、いろんな人にと思って、フォロワー増えるかなと思ってリプ編でしよう、リプ編は引用でしようかなと思ってるんですけど、皆さんはどうですか、皆さんの意見を聞きに来ました、自分いろいろと反省してくださいDD なこと、カナのこと好きになってもいいの、好きになってくれないの、逆にサッカーと二窓いいよ、サッカーならいいよ、ヒータニーチーナが、そう4人です、魔界に推しがやったー、カナキャッシュさんに会える、嬉しい、こら楽しみだね、こんばんは、リーチのツインテール高すぎて面白かったいやマジでおもろかった、普通に爆笑してみんなで、あのもうなんかもうマジおもろかった、普通におもろすぎ、あのツインテールの高さ、なんかディズニーのキャラクターのさ悪役で出てくるよね、こういう感じで、バラエティ向き、嬉しい、楽しいもん、そういう番組の撮影の時毎回楽しんで、かな配信しか、嬉しい、あやっほー、リペンは1人1回、どうしよう、でも今回あれだしね、今回インプレッション争ってないし、1人1回の方がいいんかな、どうなんだろう、回、どう思う皆さん、一人一回ってなったら一回にさ大量にカナへの愛を書いてくれるってこと、今日までだ、そうリーチみんなツインテールしてた、いやこんばんは、3期生の昇格組はどの言ってる所属なのまだ決まらないのかな、なんかよくわからないですね、全部読んでくれるの、全部読んでくれるよ、どういうこと、キス顔しませんよ、結構イモース見てくれてるんだね、みんな伝わってたね、嬉しい、キス顔しませんけど、でも痛いんだよここに、まるまるさんぽありがとう、お散歩、うわお散歩した、チョコビービーヤッホー、ね、結構コメントちょっと遅いよね、ごめんね、ヤッホー、食生活今さ、それな、コメント来た、冷蔵庫コーラ入ってない、母さんがし嬉しい、今日はコーラがいい、やだコーラがいい、静岡ちゃんコーラがいいよ、シュークロフェスって名前だけだと怪しい怪しいフェス、イモースを見る方、静岡でイモース見る方、確かにどうやって見るんだろう、おはよう、ヤッホー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 、ケビーさん、吉川さんありがとう、今日はこうするの静岡、嬉しい仲間、2回戦使った P
ピオちゃんのあれは記念にもらえなかったの？理解線で使ったピオちゃんのあれは記念にもらえなかった？ネタバレ対策中。え？理解線、待って、1回線なんだっけ。え、あったあった。2回線って何やったか教えて。じゃあダンス覚えるの一番遅いの誰？わかんない、わかんない、みんな同じくらいじゃない。でもリサコがダントツ早かったってだけの、まあもう一生の歴史とかじゃないけど3期生の中で誰が一番覚えの早かったってリサコだと思う。ずっとマジでえぐい、もうやばいよ、脳みそどうなってんのってぐらいめっちゃ早いよ。遅いのわからん。遅くてもまあいつかできるようになってればいいからね。合わせをしないとね。そう、かわいい花見の女の子が嬉しい、見たよそのポスト。私は可愛くないよ、嬉しいよ。先生と仲良くできた。歌の先生、ダンスの先生と仲いいよ、もう全然。保安官さん、花ありがとう。チェキいつ届くの？え、いつ届くの？質問。かわいい。やったー、嬉しい。マペノピさん、かわいい、ありがとう。保安官さん、旗ありがとう。今晩遊べば、ヒーターとラジオも出るでしょ。そう、結構先やね、あれ。てんてん、嬉しい、ラジオ。ラジオは2回目か、自分は。でも、ああいうラジオ初ですよね。あれかわいい、これかわいいって言うけど、私は、おはよう、グッドボタン、チャンネル登録したらいいよ。足つるんだ、だけど、もう今日、ペットボトル飲んだよ。まるまる1個飲み干しました。レッスンで。あ、北海道の熊、ポンパリがテモステレビ。嬉しい、来週楽しみだね。危ない危ない、やった、嬉しい。止まる、めっちゃ。まるまる散歩ありがとう。昨日、カナウで、今日、馬の馬が行って、勝った馬券当たったし、ありがとう。え、うち？うちにちょうだい。うち20歳になったらそういうことできるってことだよね。え、なに、かなうっていう馬がいるってこと？じゃ、うちその子、その子にしよう。うちその子にする。その子しかお金かけないようにするわ、これから。よろしく。めっちゃ釣られたよ。え？なんのこと、なんのこと。足が釣り師ですよ、そう、今。くしゃみかいも、やだ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 、かわいくない、かわいくない、かわいくない。今日あれよ。おー !6666!6! ビンゴ。くしゃみで受けたい。いや、もっとカメラの前ですればよかった。みんなが吹き飛ぶように。くしゃみいただきも、おーやー懐かしいよー、くしゃみいただきました。もうよかった。もう YouTube にあげられなきゃ。入る瞬間、くしゃみとご褒美。そう、ご褒美。ご褒美なんで私にもご褒美ください。くしゃみ、もうやーくしゃみ、うん。ピースピース、やっほ。今日、レッスン上でたまたまめちゃぶりっこな、ぶりっこっぽいくしゃみしたら、サッチに、めっちゃくしゃみかわいいねって言われたから、あ、これぶりっこねって。言っついた。最近ちょっとぶりっこくしゃみにハマってる、ハマってるっていうか、おもろい、うん、みたいなバカにしてるわけじゃないけど、そういうのをするとなんかおもろい、周りの反応がおもろい。一番くしゃみの話も飛んだ。そう、いいと思うよくないと思いますよ。可愛くないんだよ、うち。可愛くしゃみできるよ。いや、その可愛くしゃみしないけど、そんなめっちゃマジおもろいよね。引用でいいんかな。今日海外のジャガーマギョお疲れ、ヒロさん。科学者見てかも、最悪、最悪すぎる。ひならべ、いってらっしゃい。ご用意してるんだの。花も戦おうかな。引用がいい。引用にする。品があります。怒られちゃったー。もうじゃくしゃみしないにしよう。もうちょっとしたらカナちゃんも好きになります。今こうやって言ってくれたけど、このカナがくしゃみしたせいで、こんぐらいに下がっちゃったでしょ。でもいいよ、引用だけに。ほら、増えて少しも叶うの嬉しい。妹見た、ありがとう。やすみ、どうだった？感想教えて、感想教えて。こんばんは、こんばんは、こんばん。一回、一回でいいかな。じゃあいっぱい送るさないリプ編、確かに気になるやつをリプ編すればいい。楽しみだな、リプ編。こうなったことが、え、なんで？なるよ、みんな普通に人間だもん。ピノピさん、ありがとう。一回戦は問題、二回戦はファッションショー。あ、もう二回戦、もうや、二回戦もうあったの？出てたの？2回戦も。ラピノピさん、ハートありがとう。リサコダンス本当にぶちそうだよ。やばい。ノアミもダンスのオペがすごいできるんだけど。え、ノアミも早い。もノアミは、なんかマジでなんかすごい。ノアミはダンスとか、めっちゃなんか、なんか、影でめっちゃ、努力か、みたいな。寝ないで覚えてきたりするもんね。マジびっくりする。ノアミも早い気がする。早いし、なんかめっちゃ努力家で尊敬してる。今さ、ネット配信するの待ってる。ネットで配信？今さ、テレビ、嬉しい。ハート10個かけて2だったわ。なかなかうまいこといかん。うわ。
確かに。なんかね、ハートね、たくさんかけるときに限ってね、なんかね、あれなんだよ。ハートたくさんかけるときに限ってね、手持ちの札ね、悪いの来るんだよ。意地悪だもん。七並べ。今日はこの夜、本当によかった。みなみさんに会えて嬉しいよ。こんばんは。必ずのくしゃみ。やだよ。かわいいくしゃみしない。あざとくしゃみしないよ。666は。10の数字ないそれ。こんばんは、かなかわいいって言われると照れるときもかい。いやいや。キッチンさん、お花ありがとう。俺もかなで、儲かりました。うん、ね、大丈夫。まあ、どうでもいいもん。かなで儲かったくせに。え、なにみんなかな、え、みんなかなの馬に一票入れてるの。なに、どういう制度全然わかんないんだけど。くしゃみいいと思います。くしゃみいいと思いますでしょ、私もいいと思います。こんばんは。ぶりっこよくするの、ぶりっこよくしません。ふざけてたまにする。わぴのぴさん、ありがとう。本当はあれくしゃ嘘だよ、そんなことしないよ。本当はそんなくしゃみしないですよ。インヤデリップ編でいいと思います。私もそう思います。くしゃみもう一回もしません。こんばんは。かんちゃん、ハートありがとう。着替えは音声だけ。え、イモスのイモスのやつ、イモスかな。まかりでかなちゃんと通称かなも楽しみすぎる。ピースピース。最近見てよ、ナーメン元気かな。ファッションのお洋服めっちゃ、え、嬉しい。わよー、やっほー。メロンくんが降りて、嬉しい、メロメロ。なるほどね、かなかな。嬉しい、ナピさんありがとう。ユーネクスト使い、一回。みんなユーネクスト入ろう。ユーツさん、おはよう。還元しないと、ん、くしゃみした後に、チックショーとか言う人、あ、それちょっとね、あのね、それやってたね、学生の時に。普通にでもなんか女子力ないことに気づいてやめた。本当にもう恥ずかしいからやめた。学生の時はしててふざけてね。でも最近はもうしてないんですよ、さすがに。女子なんで。1億バスの速度ロケでくしゃみした後にめっちゃスッキリしたけど。あれでしょ、なんかさ、高円寺、高円寺でバズるもの探す時の、なんか隣で自分の音声がオンされてない、音声がオンにされてない時でしょ。じゃあ、あの時めっちゃ風邪ひいてて、風邪気味で、そう、くしゃみしたらなんか、めっちゃスッキリしてた。懐かしい、やばい、思い出した。あー、おもろすぎる。あー、ほんとに、おもろいですね。くしゃみ絶対しない。え、なんでなんでなんで、ツアーの、そう、ツアーの、なんで、なんで、嬉しい。もしかしたら、期待してます。くしゃみの後余韻残しそう。残そう。いや、もうやりません、もう。あ、くしゃーん、みたいな。やだ。さらきやって、馬が好きで、吉田さんさんお仕事します。え、すごい。じゃあ、馬に名前があれば押してくれるってこと？じゃあ、うちいいじゃん。もう最高じゃん。夢ではかなちゃん、ぼんちさんに何とか頼まなきゃ、やめても何とかしてこい。何頼まれたの？反省は、何とかはせんの？どういうこと？調べたら好きっす。めっちゃ好きする。やっほー、ゴースト、何とかさん。よし、コメントが追いつきました。自分結構最近コメント追いつくこと頑張る。クシュン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 、あ、ピースピース、ヤッホー。さっきめちゃくちゃ見てる花粉だと思って、花粉まだあるのかな。花粉症じゃないよ。花粉症じゃなかったけど花粉症になったかもしれない。花粉症疑惑の人だけど違う気がする。花粉症、え、今も花粉症ないでしょ。だって夏だもん。アジサイの季節だもん。桜じゃないもん、アジサイだもん。おはよう、みんなおはよう。あ、うちだ、やっほー。アジサイ？でもうちアジサイ見てないな。なんか6月のくせに雨降らないよね。なんか6月のくせにとか言ったらさ、6月がかわいそうかもしんないけどさ、6月のくせに雨降らないよね。いつなの梅雨。別に来てほしくないけど。はぁ、なんか今日のレッスン楽しかったな。よいにいにい。なんかレッスン楽しいんだよね。なんかレッスンっていうか踊ってる時は楽しいんだよね。なんか無心になれる、なんか何も考えなくていい時間。いや、考えてるけど踊りながら、なんか楽しいなって思った今日レッスン。でもなんかさ、めっちゃ思うのがさ、なんかさ、うちら普通に生歌で歌ってるじゃん。あ、うちらっていうか、まあ、みんなだけど、普通にいつも生歌だけどさ、うちら意味わかんない。普通にさ、結構いろんな場所でさ、生歌で歌っててさ、なんかさ、3人で歌うところとか2人で歌うところとかってさ、結構なんか自分がって言って声を出してしまうとさ、なんか
雑音になってしまうじゃん。今日レッスンでめっちゃ思ったの、なんかめっちゃやばいここ雑音になってると思って、なんかちょっと耳塞ぎたくなるような声なんかだなって思って今日ね。難しいよね、なんかだから自分はちょっと声そんな出さないっていうか、なんかさ、なんか3人で歌うとこをさ、めっちゃさ1人がさバーで出したらさ雑音になるんだよね。なんかわかるかな、なんかどうなんだろうね、難しいと思った今日。まあ1人で歌ってるとこはたくさん出した方がいいけどさ、サビとかさ3人で歌うところとかさ、あんま出しすぎるとさなんか本当に雑音だからさ、なんかそういうのも大事だなって思ったレッスンでした。今日のレッスンはそんなことを考えたレッスンでした、思ったレッスンでした。まあどうすればいいのか分からんけど、アジサイ好き、今首振りながらアジサイ好きって言ったら、アジサイ好きじゃないみたい、アジサイ好きだよ。でもアジサイあんま見たことない、なんかあつ森でしか見たことないかな。くしゃみで世界が驚いた、どんなくしゃみ、ハクシュン、やばいやばい、どうしよう、恥ずかしい、喉が痛い、喉痛めてる、え喉痛くない私今、みより、え嬉しい、うちありがとう、喜んでって何が、花粉症飛んでる、嘘です、花粉症は飛びません、雨少ないよね、それな嬉しいけどね、今年は花粉は年中飛んでません。花粉症っていうのは花粉症候群っていうのはあれですね、あのもう毎日コーラが飲みたくなる病気、一緒にコーラ飲もうねみんなで、2つのストローで、梅雨の時期、あ梅雨か、梅雨じゃない、梅雨先生あるよね、梅雨の時期遅れてる、そろそろ雨降るかもしれない、うん、やばい、なんかささっきキムチ食べたからなんか口の中めっちゃキムチ、最悪、もう誰とも会いたくない、もうめっちゃ口の中キムチなんだけど、どうしたらいい、もう誰とも会わないんでしょ今日、別にもともと会う約束なんてないんですけど、天気いいですよね、それな、緑色の服かわいいよね、うち好きだよ、レッスンが楽しい、こと、そう15日くらいから梅雨入り、やだやだやだ、梅雨入り来ないでください、自主練もしてるよ、家でも部屋でもしてるよ、うち結構部屋綺麗だから綺麗に保ててるから、それで空きがあるんだよね部屋に、なんか割と踊れる場所があるからそこで踊ってますね、気分で、レッスン楽しいけど洗濯は嫌い、沖縄も梅雨入りして、じゃあ沖縄行けないじゃん雨ってことは、こちらこんばんは、こんばんは、ではね、ではね、これ、わかんない、ユニゾン、こんばんは、青いバラさん、新規さん、誰もありがとう、ユニゾン難しそう、難しいよね、ユニゾン、コメント追いついた瞬間増えた、それな、サニーだと声のボリューム難しいよね、そう、だから、なんかさ、なんかめっちゃ今日雑音に聞こえたのね、だから自分ちょっと抑えた、難しいよね、なんかさ、皆さん多分声のトーンも違うわけじゃん、だからめっちゃなんか余計さ、なんか変な音に聞こえちゃうんだよね。不思議なことに歌が下手な人が10人集まって歌うと下手に聞こえなくなるんだぜ。え、そうなの？すごい！すごい！じゃあ下手な人10人集めようよ。でも今日思った、なんか。別にみんな下手じゃないのにさ。なんか雑音に聞こえるからさ。なんだろうね。難しいよね。って、この今日のレッスン動画を見ながら思ってた一人で。どうすればいいんだろうね。わかんないけど。わかんないけどじゃダメなんだけど。難しい。日本ゴールおめでとう。JKT 知ってます。かなちゃんお仕事アイドル楽しいっていうこと、楽しいよ。プロフェッショナル頭に流れた。やばいやばい、あのさ、仕事の流儀みたいなやつでしょ、あれ、なんか自分さ、結構さ、高校の時さ、経済科じゃない、商業科でさ、経済のこと学んだ時さ、あれでさ、なんかいろんなお店、なんか設計士の、なんかそのプロフェッショナルのやつとか、なんかデパ地下のやつとか、なんか地下で惣菜やってるところ
のやつとか見させられた先生に。で、感想をノート1ページにバーって全部書かなきゃいけないの。上から下まで。っていうのを提出するっていう授業が1週間に1回金曜日ありましたね。すっごい眠かった、あの授業。でも寝たら先生めっちゃ一番怖い人だから怖くて寝れなくて、ちゃんと感想書いてた。落書きしながら。プロフェッショナル。ん？尺役ない、その英語漢字見たことない。お話し会女子トークするなら、え、しようよしようよ、楽しみ。こんばん、アジサイは地域で色が変わる自分は青と紫。ゆっくり話そう。もうちょっとなんか口が疲れてきた。うわ、口が筋肉痛なりそう。メイクとファッションの話、恋バナどちらが好き？悩ましい、悩ましい。私、人の恋バナ聞くの好きだよ。だからウッチーさんの恋バナ聞きたい。自分と恋バナしたい人、お話し会集合。みんなの恋バナ聞きたい。じゃあ、うちを一番キュンキュンさせた人が勝ちゲーム。キムチの匂い。はぁ、パパ充電が 20% って言われた。キムチ、キムチチチュー、キムチくしゃみ。で、キムチ食べた、久々にキムチ食べたんだよね。今日はサッチと同じ夜ご飯。多分サッチーが同じものを食べてれば嬉しい。みよりにはやったー、キムチ、キムチーズ。毎日抹茶が欲しくなるってのもかなう症。あ、それもかなう症。あと、毎日ラーメンが食べたくなるのもかなう症。毎日飲んだらコーラ飲んでるのはかなうの影響。そう、かなうの影響です。つまりかなう症です。キムチ臭くていいと思います。えらいな、掃除してるんだね。掃除してるよ。しかし毎日ショールーム見てると沼にはまるから適度にしないと反省しています。え、なんで？適度じゃなくていいんだよ、全然。毎日見に来たよ。はじめまして、マピノピさん、ありがとう。部屋で踊ったら雪崩れ。何、雪崩れって？雪崩れ、雪、はい、雪生えてない、生えてないっていうか雪降ってないよ、自分の部屋。てかどこの部屋も降ってないか、普通に。どういうこと？地響きってこと？地響き、地響き、なるほど。どんどん踊らないよ、自分。めっちゃ近所迷惑やん、めっちゃバンバン踊ってたら。荒吉さん、じじありがとう。日本語、おめでとう。公演のトーンの違いもなんか難しそうね。そうなんだよね。夢の中で、かなあちゃんに、モンチーさんの頭の中をかなあちゃんに証言する協力をやるといい。現実もそうしますそうしてください。ズミさん、はよ。カリさん、ハートありがとう。アルカリ性とか酸性とかの地質。え、わかんない、わかんない。何、中性しか知らない。こんばんは。あ、もうわかんない、わかんない。ピースピース。声話しに行くか。え、声話しに来てよ。めっちゃみんなの声話聞きたい。みんなの声話を聞かせてくれて、一番キュンキュンさせた人が勝ちね。ゲームだから。優勝者には、優勝者には、このキラキラをプレゼントします。私の詳細はリチャに聞いて。じゃあリチャに聞こう。後で。聞けるなら聞けるよ！リチャと仲良し。自分無理っすね。どういうこと？かなからメイクと美容の話など聞いたことないから恋バナ言ったけど。聞いたことあるよ！メイクと美容の話するよ！するじゃん、たまに。じゃ、メイクと美容の話をみんなにしないのは、メイクと美容の話したらコメント欄が止まるからだよ。じゃ、今からちょっと、じゃ、10秒ぐらいするわ。絶対コメント欄止まるから。かなが最近使ってるリップは、これ、このリップなの。ディントみたいな。今日これなんかひーちゃんも持ってた気がした。これね、 SNS でバズっててめっちゃいいと思って、なんか一日中崩れないバズリップみたいな、一日中飲んでも崩れないバズリップみたいなのが出てきて、崩れないってさ、お仕事とかライブとかめっちゃいいじゃんと思って買いました。絶対今頃コメント欄止まってるんでしょうね。まあまだコメント追いついてないから分かんないけど、楽しみにしとこう。かなちゃんにも話すよ。話してよ！オンライン恋バナ。え、恋バナして、恋バナして。さっちもキムチ食べた？多分。一緒キムチ。仲間キムチ。キムチ仲間。キムチ買ってきた？買ってきたわけじゃないよ。食物の一つに入ってた。キムチを匂いした。へへへ。キムチ。キムチ私も好き。かなう症怖いよ。多分話したらかなちゃんキャッツつけば。え、もうやばいよ。自分キャキャ言っちゃう。もう恋バナ系大好きだから、もうキャキャ聖人だよ。なだれ？なだれ？なだれってんだ。雪崩れかと思った。こんばん、コーラ以外。コーラ以外？なだれ？雪崩れ。草。なだれ？なだれなんだ。みんなすごい頭いいね。なだれか。なだれ起きないよ。自分の部屋めっちゃ綺麗だもん。そのなだれ起きるようなものを置いてない。自慢これ。
めっちゃ部屋綺麗なんですよね。あ、今日のまつげ紹介します。あ、ここ赤くなっちゃったの聞いてほしい。クロフェスまでに直そう。今日のメイク紹介します。まつげがめっちゃ綺麗です。キラキラブスキラかな。ハッシュタグさん、嬉しい。そうやってみんな沼に入ってて失礼し、失敗した恋話したら笑われそう。もう笑ってあげる。恋バナなんてね、失敗したらね、笑うのが一番だと思う。そんな引き算方がいいよ。なんか最近いい名言を見つけたの。あの、失敗しても明日にはみんな忘れてるっていうね、名言が TikTok に流れてきてね、確かにと思ってね、なんかもう気にしないで生きようと思いましたね。恋したらお話か言ってる暇なくなるけ、やだ悲しい。え、じゃあみんながさ、もしさ、結婚したりさ、彼女できたりさ、もうみんなが付き合ったりしたらさ、自分放ってかれるってこと。悲しいんだけど、なんで置いてくの。メイクと美容はヒーがするイメージ。え、自分もするよ。コメント欄が止まるからしない。カラコンは今日は使ってません。いて。でも NMB の TikTok のカラコン紹介みたいなやつを見て、 NMB さんの公式の、え、ああいうの言うの、ああいう TikTok だってさ、ああいう TikTok さ、なんか女子に結構需要あるよね。需要でも結構ね、需要あるなと思いまして、全く同じのを買いました。チューズミーのベイビーブラウン買った。みんな結構3人ぐらいが使ってた。可愛すぎる。まあ、つけてないけど、そんでリップいいと思います。やったやった、コメント来た。リップに関するカラコンは使ってません。ケイトじゃないの。そのリップいいと思います。みんなもう適当でしょ、みんな適当でしょ。ノワウルディさん、こんばんは。ケイトじゃないの。でもケイトのさ、なんか眉毛あるじゃん、眉毛描くやつ、あれさ、100均のでいいよねとか言っちゃって。確かにコメント困っててくさ、ほら言った、4個ぐらいしかコメント来なかったってことは、もうね、もう次コスメの話するときは、もう女の子ファンが100人ぐらい増えたときにしますわ。もうそれ以外メイクの話しません。最近買ったメイク道具はこれ、最近買ったの、キャンメイク NG、 目が NG の人、犯罪者。これね、キャンメイク、これめっちゃいい。リサ子におすすめしてもらって買ったけど、めっちゃ良かった。プチプラ最高。恋バナしてもコメント止まるやん。え、恋バナしたらみんな結構盛り上がるじゃん。みんな自分の恋バナ聞かせてくれるじゃん。七夕の日オンラインだから恋バナ、え、確かに。織姫と織姫様みたいな、なんだっけ、織姫となんとか様、王子様みたいなお話しようよ。こんばんは、やっほー。一応中学生の将棋、なぜか恋バナになった男子ともです。うわ、懐かしい。でもおもろいよ。なんか同じ部屋の子がいたんだけど、同じ部屋の子が3人だったんだけどね。そう、一人がなんかあるクラスの男の子のことが好きで、で、こっそりスマホ持ってきてて、小学校の修学旅行の話に、あ、中学か。中学の修学旅行だ。こっそりスマホ持ってきてたんですよ。この子がね。この子が。まあ、3人同じ部屋で。この子が好きな男子と電話するみたいな。で、なんかこの子が好きな男子と電話するからって言って、なんかうちらいない体にしてとか言われて、この子にね。で、うちら追い出されたの。なんかトイレに30分くらいずっと閉じ込められてたんで、かわいそくね、めっちゃ。この子が好きな男の子と電話するから。この子が部屋を使ってるから、ベッドとかその辺を。で、電話してたのね。だからうちら追い出されて、ずっと綺麗なお風呂とさ、トイレって一緒じゃん、なんか綺麗なホテルって。ずっと綺麗なホテルのね、お風呂場にいさせられた友達と。懐かしい。普通に最悪だよね。普通にさ、普通に考えてさ、あのさ、電話する人が普通にさ、トイレ行けばよくない？って今考えたらめっちゃ思った。マジおもろいよね。自分純粋だからそんなの分からずさ、オッケーとか言って普通に行くの。部屋来たらアイドルは顔可愛くて無理やわ。本当だよ、自分めっちゃ部屋綺麗だよ、マジで。もうみんなに見せたいぐらい見せないけど。恋散歩ありがとう。なぜファンはみんなかなえちゃんに恋すれば。え、恋してないの逆に。結婚したら二人で川のとこに行くっていうのもありです。え、そう、マッピナピさんたちに、みたいに、こういうのもありだよね。つまり行ってる間は。え、いや、そんなことないよね。かなえがこういうのアドバイスしてあげますよ。下手だけど。うまい。バユーさん、おはよう、コーヒーさん、こんばんは。デパコス使いますか、デパコス。あ、でも、汚っ。これは使ってる。これはお姉ちゃんから短編でもらったやつ。自分では買わないかな。ちょっと買いたくない。ディオールのコンシーラー、これめっちゃいいの、これめっちゃいいの、これめっちゃいいの。もう次はもうワントーン、あの明るい色のやつを買う。最近肌が白くなったから、肌なんか合わなくなったんだよね、色が。でも使ってるけど。あとディオールの汚いからこれだけにせよ、
これめっちゃいい。これもマジでめっちゃ激激いいですよ。これはもうそろそろ箱から出そう。箱いらんわ。これめっちゃいいです。自分はめっちゃ好きです。で話でもこれしか使ってないよ。高いやつはだって自分では買わないもん。お姉ちゃん買ってくれたから使ってるだけ。なんかさ自分で買うのはちょっとさ考えちゃうよね。ぐらいかな。他は全部キャンメイクとかセザンヌとかかな。うちキャンメイク多いよ。うちキャンメイク愛用家。キャンメイクのモデルしたい。いや無理か。無理でした。なんでもないです。緑可愛くないですよ。一生できない話に。いやそんなコメント止まる。こんばんは。化粧品プレゼントできないから。それな。化粧品って女の子が一番必要な話じゃん。小芝風花さんのキャンメイク東京ですよ。めっちゃ可愛いよね。よく CM 流れてるよね。メイク屋さん、メイク道具屋さんに行くとメイクの話しませんよと言って次のことがない。もうやばい。もうメイクの話やめろ本当に。丸さんあたりがとう。織姫と彦星思い出した。彦星さん夫婦か。結婚の時期は過ぎた。あれ今期逃したってこと。それいないって。それやば。おはよう。その電話の相手自分だわ。え、なんだっけ、何の話だっけ。何の話か忘れちゃった。何の話したっけ。電話。あ、友達の好きな人。あ、友達の好きな人か。最悪じゃん。めっちゃ最悪じゃん。いや、友達の好きな人、電話行って、ホテル目の前だったよ。なんかホテルがなんか円になってるホテルで。で、なんか、ここに自分の部屋があって、こっち側だったらしくて。で、手を振り合ってたよっていう話。うちはそれで、後ろでこうやって見てた。おー、楽しそうって思って。しかもなんか聞いちゃダメとか言われてさ、話の内容恥ずかしいから。だからトイレか出してもらえなかったからさ、ちょっと。こうやってちょっとコソコソ開けたりしてましたね。バレないようにって聞いてました。内容ふっ。蓋汚れてるぞ。蓋汚れてる。メンバーで一番若いと思う。どういうこと。どういうこと。若くないです。メンバーで一番。今の子は好きな人と連絡を取る方がたくさんあっていいの。おじさんだけど電話、公衆電話。糸電話じゃないの。糸電話時代誰がいる。糸電話時代の人いる。糸電話って本当に使ってた。何糸電話って。あの紙コップのやつでしょ。ビンゴの海賊さん、ヤッホー。パレット割らない。じゃ割らない。落とさないもん、パレット。割ったらもう泣いちゃう、これ。恋人に彼女になりたい限り、一応手を叩きながら言ったようになりました。キャーキュンキュン。キュンキュン。もうそれだけでキュンキュン。あー、なんか、映画思い出すな、映画。なんかあるよね、お祭り。あれだ、あの映画、なんだっけ。お祭りの映画。あ、今ここまで来た。ここまで来た。あれだよね、あれ。あれ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 。ああ、なんだっけ。足立さんがいるやつ。足立さんっていうさ、邪魔者がいるさ、恋のさ、物語。なんだっけ。一週間フレンズじゃなくて、足立さん、なんだっけ。いや、めっちゃ思い出した。お祭りで思い出した映画。恋、恋愛映画。なんか足立さんっていうさ、なんか、邪魔者がいる。山崎賢人さんが出てる。やつなんだっけ。もう思い出したい。もう無理もうムズムズする。思い出したい。山崎賢人さんとなんとかミレイさんみたいな人が出てる映画。なんだっけうわー思い出せない。めっちゃムズムズする。こういうの調べよう。ムズムズするから。なんだっけ。なんだっけ。めっちゃ思い出したい。あ、ヒロイン失格だ。ヒロイン失格やば。ヒロイン失格懐かしい。ヒロイン失格マジでやばかった。一番マジでヒロイン失格一番キュンキュンした。なんかでもイライラした。邪魔者にめっちゃイライラした。当時はキャンメイクは知らんが、ミルメイク懐かしい。牛乳に突っ込むやつでしょ。ココアみたいなやつ。プレゼント以上に誰が決めたの。知らん。さっきの話忘れてくぞ。こんばんは。そんな人いない。はじめまして。妹見て可愛い。やったー、アリさんありがとう。ツインテール、今日もツインテールいたよーんだ。
黒電話、何黒電話ってこれでしょ、ドゥンドゥンドゥンでしょ、幼稚園の校長延長室にあったわ。こんばんは、花火大会の恋バナってキュンキュンするよね。話しかで、え、話してよ、花火大会とかもキュンキュンしまくり、みんなのキュンキュンエピソード教えてね。どうやって何キロも離れたバディグ、え、だから家の下に、その好きな子の家の下に行って、こうやってポンって投げて、糸電話のこの反対側の紙コップをポンって投げて捕まえて、でこうやって話す、外と。え、なんかなかったっけ、そんな、そういうのないの。あ、ないんだ。いや、ドラマの話の中ってこと、そういうのって。糸電話存在しないのかな、わかんないけど。ラブコメで見た気がするな、ドラマ。映画でしたね。ヒロイン失格出てこない、めっちゃ。もじもじした。映画見た？ヒロイン失格やばかった。なんか自分の当時っていうか、いつだろう。でもなんかその、恋愛映画めっちゃ見てた時代に、めっちゃ一番キュンキュンした映画がヒロイン失格だった。あれやばいよね、マジでキュンキュンする。もうなんかでもキュンキュンイライラする。イライラキュンキュンって感じ。OK さんさん、ハートありがとう。ヒロイン資格、そう、テレホンカード使ったことある。あるよ。テレホンカードってあれでしょ、あのさ、テレホンカードってあれでしょ、なんか入院してる時にさ、あ、なんだっけ、入院してる時になんだっけ、あのなんかカード買ってさ、テレビに挿してさ、あ、テレビがさ見れるやつでしょ、1000円ぐらいでさ、テレビに挿し込んだらテレビが見えるやつでしょ。めっちゃ前、そう、小4ぐらいの映画だよ、ヒロイン失格。わかんないけど、直接話して。ドラマやろ、テレホンカード、懐かしい。日本またがる、イエーイ、おめでとう。すれ違いばかり、それな、ヒロイン失格めっちゃすれ違い多かったよね。なんか好きな人がいることみたい。好きな人がいることやばかった、激アツ激アツキュンキュン物語だった。好きな人がいることやばかったね、マジで。もうやばかった、マジで。やばい、こういうねキュンキュン話ばっかりしてるとみんなついていけなくてコメント止まるからやめよう。ほら、もう3個しかコメントないじゃん。やめた。もう何の話すればいいの。何の話しようかな、困っちゃうな、どうしようかな、何の話見ようしようかな。これからちょっとニュース見ようかな。自分テレビカード、テレビカードか？え、なに？テレフォンカードって何？テレビカードじゃないの？なに？違いわかんない。なに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 ？今週では使えるカード。あー、なんかひいおばあちゃん家にあった気がする。置いてあった気がする。なんか丸く穴開いてるやつでしょ。何円使ったかわかるように。テレビカード。もうわかんなくなっちゃう。テレビカードもあるよね。電話番号がテレフォンカード。お、すごい。かなちゃんの顔見た時は可愛くてキュンとした。キュン。キュンとしちゃう。でしょう。カノのバカな失敗話ないよ。うち失敗しない人間だもん。イエーイ。オリさんおはよう。じゃあ、カタありがとう。ちょっとコメントが追いついて、時間だから結構、一回追いついて見えるだけ一瞬で、パパパって送っちゃうから、ちょっと待ってて。ここのこのまんま。こんばんは。自分の失敗話ほんとにない。その間にじゃあさ、メール送りながらちょっと失敗話考えてくね。ないけど。失敗しないので。失敗話か。何失敗したことあるっけ、人生。学校の授業で星の王子様みたい なんか煙突の王子様みたいな感じのなんか物語をして、でなんか自分当時小学1年生の時、黒板に字書くのが好き でなんか次これ答えてくれる人って言って手挙げて、よっしゃ黒板に字書けるから答えれると思って黒板に字書きたいからこう手挙げたら、なんかその煙突の王子様みたいなの王子様役をすることになってめっちゃ恥ずかしかったっていう失敗エピソードがありますね。黒板に書くんじゃなくてなんか演技をさせられましたねっていう話。何メールに送ろうかな、どれ送ろうかな。そういえばさ、あのさ、熱海で仲良くなったさ、タイ人の方がいるって言ったじゃん。この前さ連絡来てさ、爽やか食べたよって報告してくれた、嬉しい。どれ送ろう、これ送ってないかな、何これ、なんかやば、髪の毛ボサボサやん。まあいいや、言っちゃおう。よいしょ。うわ、なんかしめじが使えない、なんでしめじが使えないの、しめじ使えないと変換が出てこないの。あ、出てきた出てきた。こんばんは、今日、あー、さ
爽やか、そう教えてあげたの、爽やか美味しいよって。にわかを泊まりたーい、かなも泊まりたい。飲みたすぎるの。にしようかな、福丸にしよう、ハート、ハート、わあ、なんか今日めっちゃちょっと長くなっちゃった。まあ、いいか。おやすみメール送りました。皆さん、カナのメールが気になった方は取ってくださいね。メール、返信しなくてもいいので、取ってください。こうやってたくさん送るので、今日は何つ送ったんだろう、忘れちゃった。けど送りましたよ。よいしょ、キュッキュ。見てくれてありがとう。こんばんは、妹の裏話。話あったっけか、どこまで放送されて、クイズのとこでしょ。ちょ、イモス見たい。え、あれは放送された、あのさ、なんか住所、住所みたいな、住所みたいなのやつ見た、みんな住所、なんかどこに住んでいるかみたいな。もうやばい、あれやばい、結構おもろかった。あれドクター X、失敗したこと忘れそう、そう、忘れる脳みそだ、バカだから、ね、一歩歩いたら忘れる脳みそなの。カナヨが見る映画、キュンキュン系が多そうって思うじゃん。多いんですよ、時々ね、キュンキュンしたくなる。小録とかもなんか、小録とかもずっと埴輪聞いてた。ハニワの曲をずっと聴いてた。リメさんの見たよ、緑似合うし、え、嬉しい、おいしさん、ありがとう。ニュース見て話題とか話し合うかな、したのかなと。もう意味わからないとこまで食いついてこう、ニュース見て、東京都知事ここ工事始まるらしいよとか言えるかも。リメさん、やっほー、恋愛ドラマ卒業した、テレビに、部屋にテレビがない、え、どういうこと、どういうこと、なんで。さすが国際的さやかでしょ。え、のんきにしよう。しもじ使って。え、しめじ使ってるよ。しめじ一番使いやすい。あとみのニュース。ニューヨークをめっちゃ。え、そう、ニューヨークを行きたいんだよ。自分今めっちゃ泊まりたいんだよね。でもアウトレットも行きたくて今。お金めっちゃ使いたくて、最悪だけど。でもリスニーも行きたくて、横浜も行きたくて、アウトレットも行きたくて、もうやばい。姫路。ニューヨークをリニューアルしたもん。そう、うちおすすめしてよ、そのさ、仲良くなったタイ人の子に、あそこのホテル結構なんかお化け出そうで結構面白くておすすめだよって言った。お化け出そうっていうか、なんかさ、なんかちょっと日本語が伝わらないづらいから、だからなんかお化けわかるって言ったら、お化けだけなんか最初なんて言ったんだっけ、心霊スポットだっけ、なんかめっちゃ頑張って説明した、自分どうしても説明したって、なんかそういう雰囲気で、めっちゃ私は廃墟系が好きだから好きって言った。
なんかホテルにわかをさ、なんか一時期さ廃墟みたいな感じでさ、なんか写真撮れる期間みたいなあったよね。行きたかったよね。それゲットアウトの最速めっちゃ変だよね。うちブログに書いた通りに聴覚に上手が、え、健康ランド、健康ランドでも泊まる、泊まる、健康ランドでも泊まったことないな。あるか、あるけど、なんか健康ランドでも結構うち日帰りが多いかも。なんか大江戸温泉とかは泊まりたいのと思う。静岡のところ、今わかんない、昔はよく行ってたんだよね。めっちゃ昔大江戸温泉行ってた。それが健康ランドはめっちゃおすすめ、楽しいけど、なんか今体が大きくなってっていうか、普通に自分が成長して身長とかが、なんか昔はすごい滑り台とかプールの滑り台がめっちゃ大きく感じて、運転とかめっちゃ楽しかったのに、この前行ったらなんか自分の体が多分身長が大きくなってたから、なんかちっちゃく感じて、めっちゃ滑り台とかがびっくりした。え、こんなちっちゃかったっけと思って、こんなとこで自分鬼ごっことかしてたんだと思って、かわいいと思った。プールで鬼ごっこよくするよね、みんなっていう話。フリック入力じゃないメンバーいるの、いるの。何かで夢中になるもの、静かなものも絵になる。え、ちょっとめっちゃ褒められて嬉しい。そう、なんか夢中になってると静かになってるんだよね。おやめる早めだった今日。たくさんメール来て嬉しい。ありがとう、こちらこそ嬉しいよ。最近は毎日直接やし、嬉しい。こんばんは、M さん。見てらっしゃる。ん？住所まだ、まだだと思う。知らない。あ、まだ。少々腰折った、オッケー、全部叶う、どういうこと、目くら使いすぎたらなくなりよ、ぼちぼちしましょうってこと。何年か前のヤンノマだけダンマだけで言うんだ、やば、え、どういうこと、水没した、水族館みたいになったってこと、部屋がすごい。おはよう、はい、今日あんまりお休みしません。でも私は好きだよ。こんばんは、さすが井出一族、熱海に別荘あるんだね。別荘あるんだ私、別荘あるんだ私、すごいでしょ、うっそんだけど別荘ないですよ。別荘ある人いましたよ、知り合いに。別荘ある人、伊豆かな、めっちゃなんかイノシシ臭かった行ったんですよ別荘に。で別荘行って、温泉もあって別荘にね、でもなんかめっちゃ着物臭っていうの、なんかすごいイノシシ、なんかこの匂い何って言ったら、なんかイノシシって言ってたからイノシシなんだろうけど、めっちゃイノシシの匂いが臭かったしかも虫もやばかった、もう田舎すぎて。別荘って何のためにあるの家一個でよくない、めちゃ夢のないこと言っちゃった。もうこんなこと言っちゃうから、もう私結婚できないよ誰とも。もうやばい、なんかもうさっき ENTP すぎてさ、こうやってさ、なんかいちいち文句言っちゃうんだよね、物に対して。もうやめよう。でも別荘いいと思う、いいと思う、別荘、私も別荘欲しい。なんか綺麗な、めっちゃバーベキューできる別荘欲しい。でもなんか別荘あってどうするん、別荘あったらどうなるん、めっちゃお掃除大変じゃん、2個部屋、家があったら。景色いいとか犬飼うのかな、そこで。でもなんか結構若者とかだったらいいよね、みんなで友達呼んでバーベキューとかパーティーとかできる、誕生日パーティーとかできるよね。でもなんかその人の別荘行く時はめっちゃ大変だったのが、なんかもうめっちゃ山道だったから、本当にめっちゃ山道でめっちゃ怖かった。普通に目真っ暗だし、なんか帰りもね、うち寝ちゃって、知らん間にその別荘で寝てて、気づいたら家だった。そう、家族で行ったんだけどね。家族だっけ、あれ親戚、あんま記憶ない、小学校、中学校ぐらい、中1、中2ぐらいの時の話。お団子屋みたい、お団子したことないよね、確かに。自分ピスケさん、やっほー、とっちゃんさん、こんばんは。別荘とは普段生活している住宅以外に、そうなんだ。なんかまあいいよね、なんか鎌倉とか別荘あったり、別荘いいな、欲しいな。みきゃくはた、ありがとう。湯河原とかありそう、別荘。別荘のなんとかさんに本人に悪意はありません。悪意はないですよ。別荘は素敵な場所。あ、やばい、なんかやばい、動きがカクカクしてるってことは、多分充電があと 10% とか、あと 3% とか。よし、危ない危ない
危ない危ない、カクカクしてたから焦ったよ今。ビスキーさん音波ありがとう、嬉しい、やった。そう、別荘いいね。でも別荘、別荘買うならどこがいいんだろう。ちょっとコメントも追いついたから別荘の値段調べよう。300万とか、もっとかかるか普通に考えて。ビスキーさんありがとう、音波嬉しい。それ気づけるんですよ。なんかね、こう動いてるとなんかカクカクするんだよね。でやばい、あとちょっとで充電がってなる。とかなんだ、お長屋やってくれない。えー、どういうことどういうこと。団子部屋は今日はやらないよ、うん、別荘値段相場。お嬢さんもそれな高っ。500万から150万とか、もう家買えるじゃん。150万じゃない、1500万、家買えるじゃん。クルーザー側ってパパが釣りしとるんよね。うちクルーザーないよ自分。どこにしよう。軽井沢。え？え？なになに、どういうこと？土地だけで1億円以上？やだよ、そんないらないよ、そんな別荘なんて。え、どういうこと？やばくね？普通に。普通にやば。普通に大高級。高級すぎでしょ。すごい。そんな高いの。鼻可愛くないよ。やば。やば。やば。普通にやばくない？え？スーパーで野菜を買う。え、なんか別荘って300万ぐらいだと思ってた、勝手に。知らなかった。やっぱ。やっべ。軽井沢エリア。2000万程度から。それでも高いよ。やだよ。え、でもなんか。こんな綺麗な別荘じゃなかったよ。うちがその人の家行った時の別荘。こんな別荘じゃなかったよ。なんかもっとなんか、もうボロボロだったよ。これ見て。別荘でこんな写真出てきた。こんな綺麗じゃなかったよ。自分が行った別荘っていうところは。もうちょっとなんか、ボロボロだったよ。もうちょっとボロボロでなんか、木って感じだった。もうちょい。こういう綺麗な、別荘だと高いってことかな。え、そう、めっちゃ痛んでた。住まないからかな。たまにしか行かないからかな。でもたまにしか行かないって言ってた気がする。いいなぁ、とか夢は無限でポジションあるから頑張ろう。すごい綺麗な、それな。かなちゃん可愛くない。別荘あるか。そう、別荘、私は可愛くない。頑張る、私だって言われたもん。だって言われた、占い師に言われた。あなたはもう何も頑張んなかったら、もう頑張んなかったらもう橋の下で暮らすような、やばい、もうやばいぐらいニートぐらい、結構ニートぐらいの人間になっちゃうけど、めっちゃ頑張って、めっちゃ頑張って、めっちゃ頑張ったら何にでもなれるから頑張ってって言われたから、頑張る。かなゆちゃん頑張る。ゆうさんぱありがとう。え、奥するってどういうこと。え、どういうこと。なら一軒家2個買った方が安いんじゃないの。山荘、ここは閉ざされた山荘の中でみたいな感じだね。映画見てあれ怖かった。おいしい、目目が早いね。でしょ、確かに。そうじゃなくて空き家、空き巣被害ってこと。なんでそんな可愛いの。3期生レベル高いんだ。可愛くないよ私。なんでこと言うと怒るんだろうな。え、どういうこと。頑張る、すごいこと言う。え、何の話したっけ、何の話したっけ。え、本当だよ、本当だよ、本当に言われたんだよ。なんか親戚で、そのなんか親戚でなんかそういう占いをできる人がいたんですよ。本当に本当にいたんですよ。占いできる人がいたの。そうやって占ってくれるの、うちのことで占ってくれたの。占ってくれたら、そう、だからうち頑張んなかったらもうニートになっちゃう。やだやだやだ、ニートになりたくないよ。やだ、ニートになったら毎日そこら辺の草食べよう。もうやだやだやだ。だから頑張る。頑張れば頑張るほど何にでもなれる、社長にでもなれるよって。その時なんか社長になりたくて、自分社長になりたいんですけどって言ったら、もうな、頑張れば何にでもできる、社長にもなれるから頑張ってって言われた。そう、あなたはそういう人だからって言われた。だからうちは結構大丈夫らしい。あとでもなんか28歳、28歳になったら結構いいらしい。28歳になったらめっちゃ売れるらしい。売れるっていうかなんかすごい売れるらしいよ。うち
は28歳まで待たなきゃいけないの。売れるって、売れるって言われた。ってことはさ、うちさ28歳になったら売れるってこと、みんな今のうちに押した方がいいと思うよ。普通に28歳になったらうち売れるもん。28歳になったらね。はるか嬉しい、やったー、おやすみに来た。あ、待ってさ、ヤッホー。橋の下みたいなニートってそう、大体の人に当てる。え、そうなの。なんだよ、言えないこと言うなよ。ピースピース、ヤッホー、あっちさ。そう、矢吹さん、ありがとう。バラ食べられる、草ある、頑張って、もう毎日こうやって草集めて、チンのご飯チンして、どこでチンするんだよって感じだよね。毎日こう草食べて、こうニートになったら、嘘、ニートになったら家帰ろう。ニートならないけど。なんかこれ赤いよね、やっぱ。なんかこれ赤い、実物見るとそんな赤くないのに、なんでだよ。この前草にマヨネーズかけて食べるメールくれたよ。え、何かけてない、何、そんなことしたことないよ。そんなことしません。面白い話です。食べられる草。何が食べられるんだろう。七つ目草とか。自分も頑張ってもなれないけど、かなちゃんまだまだこれから。よっしゃ！みんなも何でもなれるよ！おはよう。そう、その時社長になりたかったよね。なんか知らんけど。こんばんは。28歳超有名に、そう。あと8年後ですね。皆さん我慢して8年耐えてください。橋の下で暮らしても周辺の方々と仲良くなるよ、全然。なんならもう、知らない人の家に入ろうかな、勝手に。知らない人の家に住み着こうかな。すいません、あの、友達になりたいんですけど、家がなくて友達になってほしいですって。いやいや、その前に普通に実家帰るけど、そんなのになっちゃったらなんないけど。うちはタピオカ屋の主張だったら飲みに行きますね。やったー、嬉しい、高評価して。公園の葉っぱ食べたけど美味しくなくて、それで野菜嫌いと。どういうこと、どういうこと。公園の野菜は野菜じゃないよ。お疲れ様、やっほ、星さん。あー、くじが痛いよ、痛い。自分今年で28歳ってことで、自分のことで そんぐらいで売れる。あつしさん、レインボーさん、ありがとう。とっちゃんぼ、やっほー、すでに押してるよ、嬉しい。ドアップそう。しんさん、ありがとう。岡本新人っていう人が、どういうこと、かわちい。しんさん、よくキャンプ気分よくある。なんか車の中で住むのとか結構憧れるよね、キャンピングカーみたいな。いいと思います。もう興味ないじゃん、みんな。ツツジ捨てた、ツツジ大好きです。じゃあ、めっちゃツツジは、この前ツツジ見っけた、メールでも送ったよね、ツツジ。なんか食べたくなっちゃった、寿司見てたら。甘そうって思って、最近お散歩行くことにハマってて、お散歩行くんですけど、それで見つけたものをメールで送ったりしてるんです。あ、なのでみんなメール取ってください。そういえば。そういえば。私メールの宣伝があんましないよね。でも自分のメール結構1ヶ月に何通も送るし、あの値段、お値段以上リトリですので、自分のメールはみんな来てください。自分のメールを見に、お値段以上リトリ、お値段、お値段以上リトリなので。噛んじゃった。そう。なのでみんな来てくださいね。そう。メールで送ってます。お散歩で見つけたお花。ツツジ美味しい！貧乏人みたいな。別にツツジ食べてるわけじゃないよ。ちゃんとコンビニのご飯食べてるよ。チラピさんだ、ヤッホー。元気ですか？ヤッホー。ミニリオさん、ヤッホー。元アイドル、路上の草く1億人バズれ。ハッシュタグ1億人バズれで、私の好きな食べ物は路上の草ですにしようかな。8年でも何でもずっとかな。嬉しい、ありがとう。じゃあどうするも、うちがさ、8年後にさ、超タワマンの草出たらどうしてやばくないって。でも配信は続けてるの、毎日配信。8年後もしてる、毎日配信。タワマン住んでも、タワマンの景色見せちゃおう、みんなに。ここが私の家でーすって。最悪。ああ。食べ、喋りすぎて疲れちゃった。不法侵入で対応。おやで。こんばんは。こんばんは、ハローさん。はじめまして。ST48 さん、研究生、いでかなです。イェーイ。不法侵入系アイドル、いでかな。そう。不法侵入系アイドル。で、ニュースで取り扱えられて。え、この子可愛いってなってバズる。最悪。やだー。そんな人生、やだ。来世は東京のイケメン男子にしてください。何のセリフでしょうか。緑シャツは草。装飾、そう、装飾系女子。にこやかってハンバーグ屋始めましょう。炎上しようかな。爽やかの作り方パクって。一回爽やかにバイトしに行く。公園の野菜、野菜じゃないよ、名義みたいな。そう、公園の野菜、野菜じゃないから。ドブト新人、ニトリ以上かな。そう、ニトリ以上。
お値段以上、リトリ以上、入れ方ですので、皆さん、カナダメール取ってください。カナダさんのメールのポイントもっと教えて。何みんな教えて。カナダのメールを取ることがいいと思う人。どういうこと？カナダのメールを取ることが、によってどんな効果がありますか？じゃあ、私が説明しようと思います。では、まず、こちらの図を見てください。こちらの図を見えますか？私は見えるんですけど。これは私のメールを取ってくれてる人と取ってない人の図ですね。この斜めの人生の幸福度、幸せ度っていうの、なんていうの、幸福度か。幸福度の違いですね。ここメール、私のメール取ってる人と私のメール取ってない人ね。もうこんな感じですね、結構。私のメール取ってる人も結構人生が楽しくて幸福って感じ。お、下がっちゃった。だけど取ってない人はもうこう、平坦な道って感じ。なので、みんな絶対に、もう、うちのメール取った方が人生の幸福度、満足度が 100% なんで安心安全。もう、キャンセル料もいいよ。もう、保証もつける。なので、みんなメール取ってください。誰か言っといて。なんかメールのおすすめ。面白いなって言われちゃったじゃん。うわぁしゃしゃしゃ。皆さん、からのメールのおすすめポイント教えてください。そう、メールの宣伝したことないよね、そういえば。口は吸ったらお腹壊すのやめ、壊せなかったもん。うまいこと言うな。マヨネーズの話題のメールの写真が公園の草の写真だったよ。違う。公園の草の写真を見せようと思ったの、みんなに。あの写真、あの草いつもあるから。何の話だっけ？こんばんは。静岡県の花だから。広島いないってこと？でもうちこの前向けた広島でお散歩してたら。せめて木の実食べようかな。つくしも美味しいよ。つくしはね、取るだけで終わり。ルームツアー。おぉ。タワマンでも自宅特定はダメやろ。みんなでもタワマンだったら入れないでしょ、絶対に。どんだけ頑張っても入れないでしょ。もう警備員かもうそこら辺に立ってるから、もう誰も入れないようになってるよ。もう、自分のもうお金持ちになったら自分の部屋の前にも警備員つけとく。3体 ?3 人か ?3 人つけとく。ピクミン？青ピクミン。いい流れやな。方針入バズるわけさ。バズりませんよ、そんな。あなたの頃に方針入バキュンバキュン。ラブすぎて、パッパッ。TikTok 見てくれた？ YouTuber としても成功しそう。YouTuber？ 私 YouTube なんてやったらもうすぐバンされちゃう。危ないことばっか言って。こんばんは。最近野菜食べてる？食べてないよ。おはよう。お高いんでしょ。SE に入ってもうどのぐらいの期間なの？1年と1ヶ月ぐらい。2年目です。2年目のイデカナもよろしくお願いします。 YouTuber もやった。チューバーって呼ぶの？ YouTuber のことすごめっちゃ略してるじゃん。おはよう。広島タワーマン月18万あれば。月18万？それはつまり、どういうこと？高すぎ。まあ、自分の給料が、もうあと、もう、自分の給料が月100万ぐらいだったら、もうそこ住めちゃう。最高。見えるぞ。花のメール取るとお金が儲かります。そう。お金が儲かります。つまり。確かに。まあ、つまりお金が儲かるよね。だってさ、たくさんメール送るってことは、つまり得してるってこと。つまり、お金が儲かるってことだよね。そう。面白い女。トムトムさん、ありがとう。嬉しい。よ。そう。まあ、つまり、私のメール取った方がいいよってこと。もう330円以上のことだよってこと。めっちゃ送るし。本当に、私は月何つ送ってますか？みんな、言ってあげて。言ったって。カナダが1日に何つ送るか教えてあげて。100つ送ります。幸福度上がりますよ。間違いじゃないでしょ？そう。皆さん、こんばんは。下がっちゃった。下がってないですよ。もう皆さん幸福度上がるので、みんな、メール取ってください。イェーイ。トマトジュースだけ3日過ごしたら1万円からチャレンジ。全然1万円もらえなら、トマトジュースで1万円、過ごせますよ。ダッサンパ、ありがとう。嬉しい。うまいことやね。夢叶う気がする。そう、夢叶えちゃいます。メール取ってくれたらもう8年後に。先月117通に画像ついてたよ。やばくない？ 117 通に画像ついてるとか、もう、人生得すぎでしょ。やばくない？普通に。一応やばいと思う。みんなやばくなっても一応やばいと思う。もう一日約4枚に、まず写真がついてるんですよ。もうそれ以外にも、普通に。普通にまず、
写真以外のものが4枚以上送られてくるってことは、つまり1ヶ月何枚何通送って、何通でも送っちゃいます。今なら、今会員になってくれた人は漏れなく100枚ついてきます。それは嘘、面白くて可愛い女、嬉しい、メールはめっちゃ漏れ、メールはってなんだよ、ワクワクは止まらない、ちょいちょい入れてくる笑顔が最高、やった、嬉しい、ゆりもさん照れますね、こんばん、メール見てるとツッコミが上手くなります。メール大体未読溜まってる時は大体かなちゃめ、そうです、未読溜まりたくない人は取らない方がおすすめです。自分のメールをたくさん送っちゃうのでたくさん溜まっちゃいますね。溜めるタイプの人はちょっともう諦めた方がいいですね。やばい、見せたらみんな取んなくなっちゃう、みんな取ってください。つくしんもこんばん、コンシールジュリと、そうそうそう、気持ちいいですね、やった、その警備俺たちダメですね。セミ人形警備どういうこと、寝ま、寝ないでください。ジュキア並みにバンされそう。普通にママは結構ショック受けてたよ、ジュキアさんのやつ。でも結構バンされそうだよね、普通に自分。危ない、もう NG ワードばっかり言っちゃう。トムトムさん、ありがとう。おやすみ、バイバイ、ツイスさん、ありがとう。こんばんは。実質無料、そう。いっぱい来るから実質無料、皆さんメール、今からなら、今からならなんと100円引きで取れちゃいます。高い階に住んでるのに夜中に窓開けても人が入ってきません。何それ、マウント、うちに人は部屋さ、ちょうだいよ。教えてない？マジ、5月は100。やばい。うわ !5 月は1527つ続きました。やばい、絶対もうやばいやん、それ普通に。メール壊れるやん、メール。そう、私5月は1527つ送ったんですよ。皆さん、つまり1527つ。つまりね、1日50つ送ってますね、私。はい、皆さん、私1日50通送ってるので、嘘か本当か気になった方は本当にもうぜひメールを取ってみてください。その真実を確かめてみてください。嘘ついてない、しんじさん、あとありがとう。テロップ宣伝したら毎日5通報告、それ以上来るから本当、そう、5通は送ってます、みんなに。絶対に今日は目に優しい色ですね、緑です。やぼりちさん、ありがとう、ありがとう、嬉しい。メールにつけた画像を忘れて同じ画像が来るのは怖い。え、そう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 。私はね、同じ画像だと思ってない。もしかしたら、こう、角度がちょっとだけ違うかもしれませんからね。皆さん、間違い探しってことですからね。オペレーター増やしますよ。今なら、今なら、そう、今なら限定でオペレーター増やすので、すぐ会員になれちゃいます。いつもは、いつもとか言わないでください。おはようメールが来るのは平日6時。いや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 、朝の5時に送ります。あ、5時なんて来なかった。朝の9時に行きます。ぴったりの早めぐるが届きますよ。大正屋がいるのか。かなめる仕方で一番お得。そう、一番お得です。嘘はダメだよ。え、本当だよ。じゃあ気になったら メール取ってみ。話しよるんばったっけ、え、ない。じゃ今からさ、バンされるごっこしようよ。嘘嘘嘘、しませんけど。しませんけど、つーさんあたりやと。ショールームでもいっぱい喋ってよく書くたことあるよね。メール？え、そう、なんか思ったことを送ってるだけ。だから大体お腹すいた、なんとか食べたい、最近なんとかにハマってるとか、まあ、絶対一日はこの一日一通はこういう内容が来ますね。そう、自分脳みそね、結構ね、あのね、枝毛並みに、なんかもうビービーどっか行ってるからね、結構ね、みんなに言うことはな、いくつでもある。あ、今日ブログ書こうと思ったんだ、忘れてた。今日の夜書いたら2通目になるじゃん、ブログ今月。そしたら結構後半が開くから、そしたら3つ目かける、そして4つ目、あ、5つ、今月は5回ブログ書きます。じゃあ5回ブログ、じゃあ皆さんがメール入ってくれるなら5回ブログ書きます。めっちゃ意味わかんないけど、それは考えるけど。アイスレモンさん、ありがとう。バラメールが壊れちゃうやばいな、考えちゃう。考えないで、1日5ずつ、そうそう、遅れますよ。最近コーラからシスレモンに浮気してです。許さない、コーラが嫉妬してるよ。コーラめっちゃ美味しいんだから。じゃあコーラの、今からコーラのあれを始めます。コーラのいいところ紹介。まずコーラですね、こちらにあります。コーラのこれゴミですね。まあまあ今日飲んだ、あ、昨日の飲んだやつですよ、後でするんですけど、まあ、まずはコーラのね、いいところを教えますね。まずコーラのいいところ、1、美味しい、2、炭酸、3は茶色いところです。最近は、まあ、よく飲んでますね。タンタンさん、ありがとう、嬉しい。シンツはいつも5つですね、私の場合。今日は11位でした。おお、早い方早い方、早打ちなのでメールすぐする、来る。そう、打つの早いからね。
かなって今も研究生。え、研究生じゃないよ。私、昇学したよ。3期生だよ。覚えてよ。僕が撮ってるボーメンは月に5追加ですが。ってことは、うちのメールを撮った方が、普通に人生の幸福度が 150% に上がるよってこと。朝9時に来る。え、メールだよ。カナダの脳内が知れちゃう。そう。つまり、カナウになれるってこと。カナの脳内が見れて、カナウになれて、カナウと過ごせるってこと。おやすみメール間に合わないときあります。俺も、たまにね、たまにね、配信してるときね。あと、お昼寝しちゃったとき。ああいう会にとって幸せとはね。カナウにとって、幸せとは、星やほど夜と、まぶしいほど、って感じですね。カナウの幸せは。意味わからん。カナウの幸せわかんないよ。幸せ。何が幸せ？じゃあ、みんなにとって幸せって何ですか？教えてください。教えてくれたら教えてあげるかな。まあ、ただまだ考えてないだけだけど、今パッと思いつかないだけ。みんなは何ですか？みんなにとって幸せとは。なんか意味わからない質問してくるんで、普通に質問コーナーじゃんこれ、 YouTube の。どうしようかな。おはよう、一気飲み。んほら、文章と写真が合ってないとこもあるけど、それも可愛いとこ。そんな時もあります。今は三ツ矢サイダー。もうみんなそうやって浮気するんだから。ゴミはボウリング箱。え、違う、だからコーラまだなんか余韻残しときたいんだよ。ここにコーラならために車から投げます。最悪、最悪すぎでしょそれ。いつまでマリオカート持ってんだよ。コーラのいいとこいいと思いますでしょ。美味しい炭酸茶色。そう、そういうこと。ヤッホー、覚えてる。本当？ブログは研究生？ブログは研究生みたいに頭悪いってこと？どういうこと？悪口。カナの橋見れることが前にみんなの幸せじゃ。カナの橋なくなったらみんなからの幸せを一つ奪っちゃうってことだね。よかったね、カナが毎日発信してて。カナの笑顔やば、嬉しい、嬉しくてもう隠れちゃう。パー、カナが幸せなことが、え、カナもみんなが幸せだったら幸せうーんとか言っとこ。今ですね、バックナンバーですか。そうです、バックナンバーです。トゥレトゥーチャンチャンチャンチャ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 ンチャ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 。知らない、歌詞知らないけど。私にとって幸せですか？難しい質問しますね。なんか考えてみよう。ちょっと周りのもの見てみよう。あ、私にとって幸せとは寝ることですね。とか言ったらつまんな、思んないから。思んないから、思んなくないように考えよう。私にとって幸せとは、好きな人に会えることです。なになに、その好きな人って誰かってこと。それはもうやばい、もうやっぱやめる。それはみんなだよって言おうとしたけど、もうやばい、もうやばい、やめます。もうこういうことは二度と言いません。もうらしくないな。ああもうやだ、みんなと。こういうことは言わないですよ、もう。いろいろ仕草が可愛いよね。嬉しい、仕草可愛いなんて言われないですよ。コーラといえばかな。そうだよ、コーラといえばかな。で、ミリタンショーだ、こんばんは。4月から新紙幣になるの知ってる。ならないですね。かなが笑ったら幸せ。嬉しい、いつからそんな可愛い技を。可愛い技ですか？何ですかそれ。3期生の冠番組開始されたら幸せです。懐かしい、幸せだったね、あの時。私ももう一回番組やりたい。ピースピース。ヤッホー、負けましたさん。あ、負けましたさん、おもろ。適当に言ってないよ。コウメタ、タフの歌知らんのか。変えた、おはよう。ファンの人と話せることでいい。もうみんなに今言ったじゃん、コメント停止。ほら、もうやばい、もう配信聞いた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 い。かすみさんありがとう。熊野、熊野ジャスミンありがとう。熊野ジャスミンありがとう。熊野ジャスミンありがとう。3個も嬉しい。もうね、ちょっとありがとう。かすみさん、熊野ジャスミンありがとう。嬉しい、やった、たくさんもらった。なでなで、私がみんなのだよって本当のことじゃない。本当だよ、みんなメンヘラじゃん、怖っ怖っ、いきなりメンヘラじゃん。いや本当だよ、
もう恥ずかしくて言えないから、もう言いません。もう言いません、言いません、言いません。ほら、必ずこうやっていいこと言ったから、かすみさんがたくさんギフトくれた。嬉しい。もう二度と言いませんからね、こんなこと。今の軽くしてた人はラッキーですね。まあ言ってないけど。あーもうやばい。もうやだから、もう配信やめよう。もうやだ、もう恥ずかしくなってきた。嫌になってきた。そう。嫌になってきた。なに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 、爆弾の中心の鍵、完成だけの誰かの夢が隠れている、完成と拍手の中に誰かの夢だ、ずずずずずず合ってる、そこずず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 、絶対カラオケ歌えるね、あの曲。なんか自分はコロナ禍の時に流行った曲だからめっちゃ覚えてるし、なんか懐かしくてあんま聞きたくない、コロナ禍のことを思い出してしまうから。もうアンコールなんてないですね。もう、あー、くまらなくないです。もう恥ずかしいんで、もう配信やめよう。もう配信やめますよ。もう恥ずかしいんで。あ、もうやだ、もう。これさ、自分もしマネージャーさんに見られてたらさ、もうやだ、本当にもうやだ。もう嫌ですね。もう二度と言いません。恥ずかしいんで。私が幸せなご飯、時はご飯食べてる時と寝てる時ですね。そう、アンコールお話し会で、聞きたかったらお話し会来てください。ではもう配信終わりますね。恥ずかしいので。13位 TM さん、12位キチンさん、11位キャロット、10位カンちゃん、9位ツツリンさん、8位ヒロシさん、7位ソラがユニアテさん、6位マピノピさん、5位ピスケさん、4位ホアンカンさん、3位ダースさん、2位ハージタン、1位トムトムさん、ありがとう、トムトムさんありがとうございました。嬉しい嬉しい、楽しい、ビタミン C、 私のが地面に足をつくのは足じゃ、バイバイ。そんな感じで、ミヤカハタありがとう。もう終わりですね。生きること、恥かくこと、いやー怖いよ。お疲れ様。配信で俺たちと話すのが幸せなんだろう。失礼。バイバーイ。お疲れ様。お疲れ様さ。やばい、間違えた。英語の先生の名前言いそうになっちゃった。今日も帰った。ありがとう。かすみさんありがとう。熊のお人形、靴下履いてませんよーだ。白だし、今日配信するレッスンで。履いてませんよ。ありがとう。かすみさん、熊のお人形、ゲームみたいなお人形、ありがとう。やった、嬉しい。ありがとう。熊ありがとう。では、おやすみ。みんなバイバーイ。ウィーン。接続しないよ。なあ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 、マゼさんおばありがとう。接続はしてません。今日は明日しようかな。寝る前にしようかな。でも寝る前にしたらほぼ接続干せないからね。夜だから。下短パンだよ。そうだよ。パジャマ短パンだよ。ダスさんがくれたパジャマの、パジャマじゃない、あのジェラピケのズボン履いてる、いつも部屋では。マゼさんおばありがとう。ではバイバーイ。さらば青春の光。おあくびしちゃった。なにこれ、あれ、ちょっとなんかスマホケースが取れた、取れた、スマホケースが取れないと思った。終わりそうで終わらない、最後まで見てた人のご褒美。恥ずかしくなって配信や終わるの初めてのパターン。確かに配信続かないよ、ここまで。もうみんな、かな、配信終わったと思ってポンってどっか飛んだでしょ。終わりません。嘘、終わります。バイバーイ。何してるのって言われちゃったから、もう終わります。バイバーイ。ふふん、小声好き。じゃあ最後の見てる人のご褒美、寿司、バイバーイ。どうもバイバーイ。おやすみ。みきゃくはたありがとう。おやすみ。バイバーイ。